今日も一緒に頑張れ。はい、どうもレインです。よろしくお願いします。今日はコンビニ購入品紹介ローソン編。前にね、セブンイレブンでのね、お気に入り商品とか気になった商品とかね、いろいろ買って紹介したんやけど、それのローソン編ということでね、今回も気になった商品、新商品、リピート商品などなどいろいろ買ってきたのでね、食べながら紹介していきたいと思います。ローソンはね、マジでおすすめしたいね、美味しいご飯とかもあるので早速紹介していきたいと思います。それではレッツスタート。今回はちゃんとエコバッグを忘れず持っていきました。ちょっとね、今回も気になった商品とかいろいろ買ってたら多くなったので、とりあえず一旦全部出すね。はい、とりあえずこんだけ全部で11品あるので、全部ねパパパッとねテンポよく紹介していきたいと思います。ちょっとまず喉乾いたんで飲み物いいですか。まず1個目なんですけど、こちらモンスターの緑のやつ。これ多分ローソン関係ないんだけど、この間初めて飲んだらめちゃくちゃ美味しくて、早速2本目のリピートです。乾杯 KP。 はぁ、マジでうまい。エナジードリンク今まではちょっとレッドブルとか飲んどったんやけど、ちょっとレッドブル高いのでね、飲みたい時は最近はモンスターです。はい、では早速サラダ類から。まずこちら炭火焼きサラダチキン柚子胡椒味。これね、私前ダイエットの動画の時に食べとったんやけど、これはほんと何回リピートしたかわかんないぐらい一番美味しいサラダチキンだと思ってる。炭火焼きのね、香ばしさと柚子胡椒のね、ちょっとピリッとした感じが爽やかでね、めちゃくちゃ美味しいんです。いただきます。安定に美味しい。味がね、結構濃いめでしっかりしとるから満足感あるし、食べ応えもあってね、結構満腹になるので、しかもこれで103キロカロリーです。ほんと美味しい。ごちそうさまでした。続いてこちら新発売と書いております、ひんやり生パスタ塩レモンソース。サラダなんやけどめっちゃ可愛くない？パッケージ、これほぼパケ買いしました。こんな感じのちょっと細麺のパスタが入ってる感じですね。塩レモンソースめちゃくちゃたっぷり入ってる。具材はレタスとかチキンとかサラダでね、輪切りのレボルで乗ってます。輪切りもレボルも乗ってます。あーすごい、おーおーおー、ドロ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 。いただきます。めちゃくちゃに美味しい。この細麺食べやすいわ。塩レモンソースもなんか酸っぱさとかがあんまなくて、このドロドロめのソースがね、麺と絡んでめちゃくちゃ美味しい。冷たいしチキンとも合う。なーさん、マジで結構おすすめです。はい、続いてご飯系なんですけど、こちら鹿児島県産桜島鶏のチキン南蛮丼です。これほんとめちゃくちゃリピート商品。ローソンのさ、これ街角厨房かな、なんか店内で作っとるご飯あるやんか、これのシリーズなんやけど、私これ初めて食べた時美味しすぎてマジで感動したレベルです。わー美味しそう。こんな感じのね、シンプルなチキン南蛮なんやけど、マジでめっちゃ美味しい。これタルタルたっぷりいただきます。まあ推しだわ。このチキン南蛮の味付けとタルタルソースのね、甘みと、この多すぎないキャベツがめちゃくちゃ神。正直ね、今まで食べてきたコンビニ飯の中でめちゃくちゃこれ一番美味しいと思ってる。マジで全人類におすすめする。ごちそうさまでした。続いてはこちら、とろり卵の三元豚厚切りロースカツ丼です。これもさっきのと同じね、街角厨房シリーズです。マジで街角厨房シリーズね、優秀よ。はい、こんな感じです。もうめちゃくちゃ美味しそうじゃない。そうなんですよ、美味しいんですよ。もうカツがね、めちゃくちゃ厚切りなんですよね。あ、めっちゃ出汁のいい香り。いただきます。本当に美味しい。これはね、もうカツ自体も肉って感じがしてめちゃくちゃ美味しくて、あとこのトロトロの卵とね、出汁がね、めちゃくちゃね絡んで美味しい。私このレシピをね、完璧にね、お家で再現できる人がいたらその人と結婚するわ。レシピないのかなこれ。てかもうローソンと結婚すればいいんかな。はい、ごちそうさまでした。というわけで次からデザート系です。でこちら生杏仁。こちらはですね、完全にパケ買いですね。で最近コンビニのさ、商品でもさ、めちゃくちゃおしゃれなさ、パッケージのとかあるやん。攻めてきてるなって思うよね。パッケージよかったら買いたくなるもん。こんな感じでめちゃくちゃトロトロっぽい。え、結構大きいけど、これで124キロカロリーやから、カロリー低めだと思います。ダイエット中にありがたい。いただきます。これはリピートもの。うまっ。す
作った時はねまだ形をとどめとるけど、口に入れた瞬間にすぐとろけるというか、私トロトロのプリンとかめっちゃ好きなの。大当たりです。ごちそうさまでした。ここで飲み物を2つ挟みます。まずこちらミルク生まれのほうじ茶ラテ。ローソンのうちカフェのねほうじ茶私めっちゃ好きで、工場勤務の帰りとかにねめちゃくちゃね買ってました、糖分補給として。ベビータッピいただきます。するこの糖分に助けられてた。あの頃の私は結構ミルク感強くてクリーミーな感じなので、ミルク好きな方、甘いのお好きな方におすすめです。そしてこちら飲むソフトクリーム、こちらはもうパケ買いですね。完全にこれなんか再びって書いてあったから前もあった商品なのかな。飲むスイーツ系私大好きです。エビタいただきます。ソフトクリームだ、美味しい。ミルクソフトクリームをそのままソフトクリームにした感じ。え、ミルクソフトクリームをそのままドリンクにした感じ。うまい。これはね流行るわ。これ結構本当に甘々だから結構甘党さん向けやなと思う。めっちゃ甘々、うまっ。あ、続いてまたスイーツ、こちらトゥンカロン詰め合わせ3個。これがローソンで手に入るってめちゃくちゃおしゃれやない。トゥンカロンってなんか韓国のやつよね。トゥンカロンとは太ったマカロン、クリームがたっぷり挟まっているやつだね。普通のマカロンのクリームいっぱいバージョンということと、ことで理解しました。チョコ&ミントと甘おういちご&ピスタチオとバニラ&シトロン。ぴょーん。じゃあ私チョコミントがねすごい好きなのでチョコ&ミントいただきます。あー落ちる、にゃーちゅーだにゃー。中にはチョコクリームと多分ミントクリームとチョコスプレーがたっぷりかかっております。いただきます。めっちゃサクサクで美味しい。なんかクリームがたっぷりやからマカロンの生地とよりなんか融合してめちゃくちゃ美味しい。多分チョコミント嫌いな人が食べたら歯磨き粉っていう味なんだったんだけど、めちゃくちゃ美味しかったです。お腹がいっぱいなのでこれちょっと保存してお母さんにあげたいと思います。はい、というわけでラスト2つなんですけれども、お菓子を買いました。じゃじゃん。スッパムーチョの電光石火レモン味と、ベビースタードデカイラーメンのうま塩味。この2つも正直パケ買いで、しかも多分ローソン関係ないですね。私の大好きなピカチュウと鬼滅のお菓子があったので買っちゃったということなんですけれども、ピカチュウめっちゃ可愛くない？そうなんすみたいな顔してるピカチュウめっちゃ可愛い。こういう袋のスナック菓子食べるのも本当に1億年ぶりぐらいなんですけど、すごいこんな感じの細切りのがいっぱい入ってますね。匂いはポテトチップス、小池屋だわ。いただきます。お、いやうま、酸っぱい、酸っぱうま、これやみつきになるタイプだわ。なんか食感としてはあのジャガビーだっけ、あれに近い感じ、揚げてる芋って感じでめちゃくちゃ美味しい。絶対カロリー高い、487キロカロリー。で最後こちらのベビースターラーメンのうま塩味を食べます。特にねシールがついてるとかないんやけど、鬼滅のねオリジナルクオカードが当たるらしいです。あーこんな感じですね。いただきます。非常に喉が渇く味ですね。美味しい。でもどでかいやつはね食べ応えがあって好きです。こういうお菓子ってねただのレモン味とかねうま塩味だったらね多分買わないんやけど、こういう好きなキャラがいることで買ってしまうよね。本当にマジ制作会社の思惑通りですね。はい、というわけでローソンのガチ押し商品、気になった商品、新商品などをいっぱい食べました。それはもういっぱい食べました。この余ったトゥンカロンはスイーツ大好きなお母さんにあげて、このねスナック系はお酒大好きお父さんにねちょっとあげたりしてね食べたいと思います。ほんと最近ねやっと50キロ切ったのをいいことにねめちゃくちゃ食べてしまいました。今回ねめちゃくちゃ美味しい商品ばっかりだったのでね、皆さんもねローソンに行った際はねぜひ、あなんかレインが紹介しとったなとかね見てみてくれたら嬉しいです。はい、というわけで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。概要欄に Twitter と Instagram のアカウントのリンクも貼ってますので、ぜひフォローお願いいたします。というわけで今日の動画終わりです。お疲れん、ありがとうございました。めっちゃねお腹いっぱい、もうありえんぐらいお腹いっぱい、やばいぐらいお腹いっぱい。